こんばんは。11月22日日曜日の夜でございます。平山茂と申します。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫だからね、はい。本日は11月22日いい夫婦の日ということで、本当にご夫婦の方、今日という日をねきっかけに、いい一日、楽しい一日を過ごしてくださいよ。もう過ごしてますか？今日はですね、私平山茂、お母さん、お父さん、お子さんをね育ててらっしゃる、そういった方に向けて、特にお母さんの方が多いかな、お母さん、頑張ってるお母さん、毎日毎日365日24時間ずっと子育て大変だと思います。こんな僕にはねわからない領域のことをしてると思いますし、本当に尊敬いたします。自分の母親も本当に尊敬しております。そんな子育てを頑張ってるお母さん、本当に僕が言うのもなんですが、大丈夫だよ、大丈夫、お母さん大丈夫、大丈夫、子供はすくすく育ってますよ。お母さんのおかげで、あなたのおかげで、本当に大丈夫だから、大丈夫だから、大丈夫ね。そんなお母さんのために、まあお父さんのために、今日はですね、この画面を一緒に見ているお子さんのために、ちょっとね泣き止むんじゃないかっていう、ちょっと面白いことをやってみようかなと思います。いや面白くはないと思います。ただ泣いてる子供のために、この僕を見たらね、ちょっとでも泣き止むんじゃないかなっていう、ちょっと変な顔とか変なことしてみたいと思います。この動画を見て、もしお子さんが泣き止んだよって、泣き止むようなことがあったら、泣き止んだよってコメントください。全然泣き止まないじゃないかこの野郎と思ったら、それはそれでまたコメントください。むしろ泣いたわって。とりあえずちょっとお子さん見てますか、お子さん泣いてんの、泣いてんの、君泣いてんの、あ泣いちゃったの。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、いっぱい泣いてもいいけど、もうちょっとちっちゃい声で泣こうか、泣けるなら、無理か。だね、泣いてんの、大丈夫だよ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 、泣いてんの、泣いてんの、泣いてんの、ね。さあ、しげるおじさんだよ、しげるおじさん、はい、しげるおじさんですよ、はい。いい子にしてますか、いい子にしてるかい、何してんの今、泣いてんの、笑ってんの、どっち、大丈夫、大丈夫でしょ、大丈夫だよ君は、よしよし、いいよ、そう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 、はい、よし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 、はい、よしよしよし、大丈夫、この体勢すごい辛いよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ、君は大丈夫だ、まだ泣いてんの、まだ泣いてんの、君まだ泣いてんの、そんな泣いてるとね、ゴリラさんが怒っちゃうよ、ゴリラさんが怒っちゃう、ゴリラさん来たよ、俺がゴリラだ、俺がゴリラだぞ、この野郎、お前泣いてんのか、おいゴリラだぞ俺は、おいお前泣いてんのか、バカ野郎、この野郎食べちゃうぞこの野郎。
泣きやんだか。ちょっと体勢がきついな。この体勢きついぞ。ちょっと置いちゃうぞ、はあ、ちょっと頭に血管が。あ、違った。おーいおーいおーい、よし、ワンちゃんのモノマネしてみるよ。ワンちゃん、ワンちゃんやります。ワン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 、ワンちゃんダメですか。じゃあ猫ちゃんやります。猫ちゃんやりますよ。今から猫ちゃんやるよ。にゃーにゃーにゃ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 。お、いいんじゃない。ちょっと泣きやんだかい。どうなの、ダメ、まだダメ。ワンちゃんもダメ、猫ちゃんもダメ。あ、じゃあハトさん、ハト、ハトやろうかな。ハト初めてやったよ。ハト初めてやった。ポポ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 ポ。もう耐えきれませんか、お母さん。ダメですか。もうきついですか。僕はまだまだやりますよ。まだ泣き止んでないでしょ。ねえ、ねえねえねえ、僕ね、しげるって言うんだよ。僕の名前はね、しげるっていうの。お友達になって、お友達になって。変なおじさんでもいいよ、名前。変なおじさんって言ってもいいよ。おいしげるって言ってもいいよ。おーいって、おいしげる言ってみて。おいしげるって言ってみて。まだ言えないか。まだ言えないか。まだ早かったね。まだ喋れないもんね。よし、いないいないバーでもするか。いないいないバー、いくよ。いないいないバーするからね、今から。うん、絶対笑っちゃうよ。まあ何も変わってないね、さっきと何も変わってないね。ダメだね。だくー、いないいないバー、いないいないバー、いないいないバー。ああ、面白くないな、全然面白くない。いないいないバー。泣き止んでくれ、頼む。ちょっとでもお母さんを楽にさせたいんだ、この動画を見て。君がこの動画を見てちょっとでも泣き止んでくれたら、お母さんが喜ぶんだ。喜ぶっていうのもまたおかしいけどね、このしげるを見てさ、笑ってよ。このしげるを見てくれたら笑えるって思ってね。しげるだよ。おいおいおい、良い子だね、君は良い子だね、いい子だね、いい子だね。一生懸命やっております。でもあんまり何していいかわからないな。変なおじさん、しげるくん、どうですか。ダメですか。ダメだった時は低評価でお願いします。もう二度とやりません。もし泣き止むようだったら高評価お願いします。ちょっとでもお父さん、子育てをするお父さん、お母さん、役に立てたかな。立てたら嬉しいんだけどな。ぜひコメントお願いしますね。もう泣きやんだかい。あれ、泣きやんだ、泣きやんだ、笑ってる。
笑ってるね。笑ってるじゃん。おお、笑ってる笑ってる笑ってるね。しげるで笑ってるね。しげるおじさんだよ。うんうんうん。ぷぷ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 。よし、ちょっと今何分？あ、もう10分もやってる。10分、これぐらいにしよう。また明日ね。また明日会おうよ。明日はこんなことしないよ。普通のしげるさんだよ明日はね。本当に子育てしてるお父さんお母さん、特にお母さんの方が多いと思いますけども、お母さん本当に大丈夫だからね。大丈夫、応援してますよ。応援してます、本当にお母さん応援してます。大丈夫だから、大丈夫、あなたのやり方は間違ってない。自信持って、大丈夫、味方はいっぱいいるからね。平山茂がその一人だからね。子育てに困って、もしこの動画で泣き止んだら、この動画もう毎日でも見せてあげてください。ダメだった時はもう通報してください。ひどいって、お願いします。じゃあまた明日、11月22日いい夫婦の日の夜、平山茂から、プレゼントでした。また明日、ありがとうございます。あ、きついと思った方本当ごめんなさい。うん、ダメだったら削除するかもしれません。ありがとうございました。また明日、おやすみなさい。Hey, hey, hey.